河村市長は9日午後9時前、市議会の田中議長に辞職届を手渡しました。河村市長は27日投開票の衆院選の愛知一区に日本保守党からの立候補を表明していて、公示日前日の14日付での辞職を申し出ました。いろいろな思いはありますけど、まあ精一杯やりましたし、まあよう育てて待って応援してもらったと、名古屋市民の皆さんには、 まあサンキューベリーマッチと辞職届は議会で審議され過半数の同意を得られなければ衆院選公示日の15日に自動失職となります愛知一区には自民党の前職熊田博道さん立憲民主党の前職吉田恒彦さん日本維新の会の新人山本光一さんも立候補を予定しています